沢木隆の百回図鑑より山洗う鳥山石縁がと百鬼夜行より山輪の水木しげるロードに設置されている山輪のブロンズ像山輪は九州をはじめとする西日本に伝わる山に出る妖怪。河童が山の中に入った存在であるとも言い伝えられている。熊本県足北郡では山輪の他に山ん門、山んと山んっかし、山んおじやんなど また同県熊群では、山ん、太郎、山んぼとも呼ばれる。山とも記される。山とは本来、中国に伝わる妖怪の名である。江戸時代の和漢三歳杖絵には、九州の山奥に住み、姿は10歳程度の子供のようで、頭には、柿褐色の長い頭髪を生やし、全身が細かい毛に覆われている。銅は短く、2本の長い足で直立して歩き、 人の言葉を話すという特徴の記述がある。同書では、地区全国や五島列島に山わろがいるとも記されており、姿は人のようで顔は丸く、髪は赤くて長く、目にまでかかり、耳は犬のように尖り、鼻の上に目が一つあり、カニやところ、構造の根を食すという特徴も記されている。熊本県では山わろは大工仕事に使われる墨つぼが嫌いで、 山の仕事場の周囲に墨つぼを使って、墨の線を打っておくと近寄ってくることはないとされている。山中で、木こりの仕事を手伝ってくれることがあり、そんな時に例として酒や握り飯をあげると繰り返し、手伝ってくれるという。山わろに渡す例の品物は、必ず初めに約束したものでなければならず、違うものを渡すと、山わは、非常に怒る。また、 仕事前に礼を渡すと食い逃げをされてしまうこともあったという。熊本県足北郡では山仕事が多いとき山の若い種に頼むかといって山わろに頼むという。カッパと同じく相撲を取ったり牛や馬にいたずらを働くことを好むともいう。また人家に勝手に上がり込んで風呂に入ってゆくこともあったという。山わろなどが入浴をした湯船には油が浮いて汚れ。 とても臭かったという。天狗倒しや山中での会は、東日本では山の神や天狗の仕業とされることが多いが、西日本では山わろの仕業とされることもある。天狗倒しのような現象は山わろ自身が発しているとされ、熊本県では倒木や落石の音の他に人間の歌を真似たり、符号から土を落とす音や、ダイナマイトによる葉っぱの音までもさせたという話がある。 ただし、天狗の仕業悟れることが解無というわけではなく、熊本県小国など、山わの伝承がなく、天狗の仕業であるとしている地域も見られる。西日本各地で、カッパが山に移り住んで姿を変えたのが、山わであるという伝承が確認されている。多くは、秋の悲願時に、カッパが山に入って、山わとなり、春の悲願時に川に戻って、カッパになるとされている。 民族学者、柳田邦夫は、カッパの渡りという文章などで、このようなカッパと山藁の季節による変化を、他の神と山の神の信仰が季節ごとに変化をしたこと、また、その時多くの地域で鳥のような声が聞かれることから、渡り鳥などに関連した日本の季節の変化を示しているものではないかと論じている。カッパや山藁は山へ行き来する際、お先を通って、 集団で移動をすると言われる。カッパや山ワロは人間がこの通り道に家を建てると起こり、壁に穴を開けてしまったりしたという。また、川に戻る山ワロたちを見に行こうとすると病気になると言われていた。お先とは山から下ってくる地形や場所を意味しており、家を建設するのに向かない土地とされている。熊本県阿蘇郡小峰村では山ワロたちが移動する通り道を 通り筋と表現している。日だ地方では、山がろともいい、山に入ってくる木こりから弁当を奪うなどのいたずらを働くという。また、山原に類する妖怪にはセコ、カシャンボ、キノコなどがある。宮崎県西メラ村に伝わる、セコは夕方に山に入り、朝になると川に戻るという。また、 熊本県阿蘇郡小峰村では山輪炉に対して、山輪炉と呼ぶと山輪炉が起こると考えられており、瀬こという継承を使うものであると言い伝えられていた。江戸時代に描かれた妖怪絵巻や十回スゴロクなどにも、山輪炉などの名で山輪炉が描かれており、木の枝を手に持つ目が一つの姿で描かれることが多い。同じく、江戸時代の随筆。 比球商欄に惹かれている古宝言元信が描いた、化け物絵に描かれていたとされる妖怪の中にも、山わらという名称が確認できる。ありがとうございます。